今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。今日はですね、東京エコダの男の晩ご飯、女の昼ご飯というところだったんですけども、チキンカツカレー、前もアップしましたかね、550円だったと思うんですけれども、このチキンカツの量がすごいんですよ。2つもついて、このボリュームで500円台という、もう神みたいな。これ何やったっけ、番組ありますよね、こういう番組に出てもいいんじゃないかなと思うぐらいの、ボリュームです。このね、チキンカツなんですけど、薄いんですけど、僕カレーの上に乗ってるカツって薄い方が合うなと思うんですよね。なんか一応カレーと食べるわけなので、あんまりその太いよりもサクサクジューシーの方が、サクサクジューシーですね、サクサクジューシーの方が美味しいと僕は思うんですよね。カレーはもう誰もが好きなっていう感じの味で、辛さ調整できたので辛めにしたのかな、なんかピュータの辛いやつを乗せていただけるんですが、で俺今看板見たら男の晩ご飯、女の昼ご飯って書いてあったんですけども、これ男女のなんかいろんな、コンプライアンスがあって、女の昼ご飯っていうのが看板から消えてたんかな、なんかそういうのがあるのかもしれませんね。もう男女のあれコンプライアンスとかなんやかやが、もう今いろいろ鬱陶しいので、男の晩ご飯っていうのも、もうそのうちちょっと微妙になってくるのかもしれませんね。というところで、これ、ね、海外の方が、経営されている、もう日本でお弁当屋さんというか、こういう食堂をやりたいという、どこの方やったかな、がやられているところで、非常に安くて美味しいお店でございます。ということで、男の晩御飯さんでございました。今日は、何だっけ、チャンネル登録よろしければこちらでお願いいたします。毎朝7時にアップしております。いいねいただければありがたいので、ポチッと押しといていただければ嬉しいです。それではまた明日朝お会いしましょう。ありがとうございます。